にちは。思春期の子育てアドバイザーの道脇圭です。本日は重大発表あり1年間のお礼という話をしていきます。はい、改めましてですね、いつも私の YouTube を見ていただき本当にありがとうございます。ですね、まあ今日はね、12月31日ということで、もう1年間ね、この2019年はね、早いもので今日で終わりです。本当にね、こう YouTube を日々見ていただいている、この動画を見てくださっているあなた自身がね、いたからこそ私はね、本当にここまでやってくることができました。本当にありがとうございます。でですね、まあ僕自身は現在メルマガ、YouTube、LINE、ブログ、Facebook とかね、こういうのにね、日々いろんなね、記事を投稿しております。で、それと同時に、小冊子ですね、これ今年から始めたプロジェクトなんですけど、まあ、思春期の子育て小冊子というね、冊子を作って、これを全国の小中学校、あとは、海外の日本人学校とかですね、こういったところに無料で配布をして、でこの今紹介しているようなね、思春期の子育て理論を日本中に広める。でその結果、まあ子育てがねうまくいくと、やっぱ子どもたちの未来って絶対に明るくなるので、まあ日本全体最終的には今のねこの世界中を、の子どもたちのね未来を明るくしていくっていうようなね、そんな活動をしているんですけど、まあ、ありがたいことにですね、今年はね初年度にもかかわらず2万部の配布をすることができました。これもですね、本当に日々ねこう動画とか記事を読んでくださっている読者の方とか、あとは僕に、ね、連絡をくださった PTA 役員の方とかね、そういった方たちのおかげです。本当にありがとうございます。あとですね、僕自身今年はね、すごく学びの多い年で、特にですね、今までは公立の小中学校向けにこう、まあ、ほぼね、ボランティアの価格で、思春期の子育て勉強会をね、結構やってたんですね。でも今年はありがたいことに PTA の連合団体、こういったところからたくさん依頼をいただいてですね、人数の規模も、まあ、最初の頃はね、50人とか100人とかそれぐらいの規模だったんですけど、今年はまあ300人とか500人とかね、本当に多い、かなりね、5倍から10倍ぐらいの規模で講演する機会がかなり増えました。これもですね、ひとえにこうやってね、日々活動を応援してくださっている、読者や、視聴者の方のおかげです。本当にありがとうございます。はい、次に重大発表という話をしていきます。まあですね、こうやって日々いろんな活動をしているんですけど、まあ、その中でね、日々配信しているものの一つに LINE があるんですね。僕の LINE 公式 LINE ってやつを配信していまして、まあ、ありがたいことにですね、現在約3万人ですね、3万人の、思春期の子供を持つお父さんお母さんとか、あとは学校とか塾の先生ですね、いわゆる教育関係の方とか、あとは子供たちとか、まあ、そういった方たちがね、登録してくださっている公式の LINE があるんですね。まあ、ここに日々ね、例えば勉強会のお知らせをしたりとか、あとは毎日のね、記事の更新の、お知らせをしたりとか、こういうのを使っているわけです。でね、まあ、今は本当にね、メルマガよりも LINE で結構ね、読んでくださっている方が多いので、こちらすごくね、活用させていただいていたんですけど、まあ、来年のね、1月、2020年1月から、これの値段が大きく変わってですね、もう今までのようにね、毎週2回とか3回とか配信することがもうできなくなっちゃったんですね。で、そこで、実はですね、僕自身もう1個ね、アカウントがあるんです。道山県の、ね、公式 LINE って2つあってですね、で、こちらの方は現在ね、2万人くらいのね、登録、まあ、友達を登録してくださってる方がいるんですけど、こちらをちょっとメインの配信に切り替えていこうというふうに思っております。で、この、今ね、3万人の方と2万人の方、何が違うのかというと、もう3万人の方はですね、本当に一斉配信しかできないんですね。でも、2万人の方というのは、友達登録してくださっている方の状況に合わせた配信ができるんですね。例えば小学生の、ね、お子さんがいるって方であれば、小学生向けの記事を更新した時だけお知らせするとか、あとはね、まあ、高校生の方だったら高校生向けの記事の時にお知らせするとか、こういう感じで状況に合わせた配信ができるんですね。うん、で、なので 今後はですね、こちらの、LINE のアカウントを、ね、メインに使って、で本当に状況に合わせて少し配信をしていこうかと思っております。はい。でですね、一つお願いがあります。これね、まあ、実際メルマガとね、そのさっき言った3万人のね、LINE の方では、
10月ぐらいだったかなに1回告知をさせていただいたんですけど、この3万人の LINE の方が今後使えなく、まあほとんどね、まあ、たまに月に1回ぐらいは配信できるかもしれないですけど、基本的には値段がちょっと高いのでね、配信ができなくなってしまうので、今後はもう僕のね本当にね配信を見たいって方だけに配信しようと思うので、もしねあなた自身も、まあ、引き続きに僕のねこの配信を読んでくださる、見てくださるってことであれば、ぜひねこちらの新しいね2万人の方のアカウントの方を友達追加していただけると嬉しく思います。でこの時にね先ほど言ったように、もう状況に合わせてね今後は配信していかないと値段が本当に高くてね配信ができなくなってしまいますので、なので登録の時にですね簡単なアンケートがあります。でこちらのアンケートにねご回答いただけると嬉しく思います。でこのアンケートもちろんねただでやってくれというふうに言うつもりはなくて、こちら回答いただくとお礼にですね、現在私がね、今年度は約2万世帯に配布することができた思春期の子育て小冊子、こちらの電子書籍版、これを自動返信でねプレゼントさせていただいております。こちらのマニュアルはですね、本当にこの冊子読むだけで例えば子供の不登校が解決したりとか、子供の成績を上げることができたりとか、そういったね、思春期の子供の問題を解決するところから才能を伸ばすっていうところまでね全てを網羅したねマニュアルになりますのでね、よかったらこちらも活用してお子さんのね成績アップとか不登校解決とかそういったところにつなげていただければと思います。ということで改めまして2019年度も本当に、ありがとうございました。また引き続き2020年以降も YouTube、LINE、メルマガですね、こちらを通してしっかりね思春期の子供への向き合い方とか、あとは子供向けにはね成績アップの方法とかね、そういったものをいろいろ配信していきたいと思います。ぜひね、引き続きご視聴いただけると嬉しく思います。